こんにちは、健吾です。今日はスタンディングデスクを導入した結果ということでちょっとお話ししたいと思います。スタンディングデスクというものは、結構前からちょっと話題になってまして、立って作業する机ですね。普通、座って、作業するわけですけども、立って作業する、それによって、足の血行が良くなって、脳の働きも良くなるとか、あと姿勢が良くなって、そういうものの働きに脳の酸素量が増えて、あと、眠くならない、なりにくいということで、なんか一部のなんか IT 企業とかそういうところで結構導入されてたりとかあとはメンタリスト DAIGO さん、その本、僕 DAIGO さんの本とか、動画とか見たりしてるんですけど、DAIGO さんもおすすめしてて、なんか、足を動かしながらやるとそれ効率が良くなっていいみたいなことを言ってたんで、私もですね、今年の夏ぐらいですね、ちょっと部屋の模様替えした時に、スタンディングデスクを簡易的にな形でちょっと導入してみたんですけど、それが今映しているこれです。なんかすごいごちゃごちゃいろいろありますけど、これでも今無理やり片付けて、まだ綺麗になった方なんですね。ちょっとひどいですね。でどういう風にしたかというと、これはもともと机ですね、作業してた、ここの机自体は昔の初中学校時代の学習机を、改造して、余計なものを全部取っ払って改造したものなんですけど、その高さの上にですね、これです。前動画で紹介した、ニトリの、折りたたみの小さいデスクですね。これを普通に置いて、床に置いて使うものタイプもあるんですけど、これを、この机の上に置いてみました。そうすると高さ、どのくらいかな、これ。3、40センチぐらいなんですね。で、その上に、レッツノート、これを置いて、その上にですね、これなんだ、100均で売ってる、台所の下とか、なんかシンクの下みたいなところで、なんか入れて、物を多く収納できるようなやつ、なんか、金属のやつですね。置いて、で、その上に、この、モニターですね、置いてみます。これ2つにしなくても、いいっちゃいいんですけど、普通に考えたら、実はこのパソコンはかなり古くてですね、もう液晶がつかないんですね。修理に一回持ってたんですけども、修理ぼったくりで一時期噂があったりと、PC デポを持ってたんですけども、これ自体が古いものなんで、これを修理するための、後ろの蛍光灯の部品がもうメーカーにないってことで、ダメだと。ということでですね、これでつないで、つなぐとこっちに移るんですね。で、このパソコン自体は、中身自体は生きてるんで、これ古いんで買い替えた方がいいんですけど、早く。で、使えるし、いろんなデータ残ってるし、使い勝手もまだいいんで、これで繋げて、で、こうですね。で、こっちに移ります。なので、私がパソコン使うときは、この本体のレッドノートの電源と、モニターの電源を2つ入れなきゃいけないっていうね。でも、大きさ自体は、このレッドノートの画面より、こう液晶独立の方が、大きいんで、見やすくて目に負担かかんないかって感じはしますね。あとなんか、なんだ、個人でネットビジネスやってる人とか、あとなんかデュアルモニターっていうんですかね、2つとか3つとかつなげてやるのは効率いいみたいに言ってたんで、これデュアルモニターじゃないですけど、どう見てもモニター1個しか見えないんで、でもちょっとイメージ的にそんな感じですかね。はい、これが、このセットがこのニトリのミニデスクの上に乗ってます。ギリギリちょっとはみ出してますけど、これ乗っけて、で、このパソコンの、このモニターがですね、ちょうど僕の、目の高さのとにちょうどいいぐらいですね。目の高さがちょうどこのくらいかな。なので、ちょっと下で、見やすいですね。私は身長が175センチなんで、この、机に、ニトリの折りたたみデスクを乗せて、その上にちょっと隠して、モニターを置くと、ちょうど175センチの私にぴったりの高さになるってわけですね。でも高くしなくても別にいいんじゃないかって思う方もいると思うんですけど、これないとこんくらいで、見えるっちゃ見えるんですけども、そうするとですね、これ開けた時にこうと重なっちゃってダメなんで、ちょうどこの高さ、これがちょうどよかったので、いくつかこれ大きさ100均2種類あったんですけども、このぐらいの大きさを選びました。
データハードディスクつなげたりしています。でこれやると、この下に何か書いたりするスペースもできるし、あとこっちですね、ちょっとこっちあんま汚いんでダメですけど、まあ、スペースもあるとということで、まあ、いろいろ作業したりね、まあ、動画の編集とか、まあ、そういう作業をしたり、まあ、非常に効率も良くなって、ね、体にも良くなって負担かからなくなっていいと思ってたんですよ。特に私は体が硬いんで、椅子にずっと座っているとどうしてもすぐに、姿勢が悪くなりやすいんですね。まあ、この姿勢はちょっとだいぶ修正してはいるんですけども、なんで結構椅子については迷ったんですね。椅子も同じものをずっと長く使ってるんで、まあ、より負担のかかりにくい、なんかなんたら人工工学に基づいた椅子みたいな、そういうのを探したりとか、あとクッションとか工夫したりしてるんですけども、そもそもですね、じゃあ座んなければいいじゃないかって話ですね。立ってたら座ってる時みたいな背中が丸くなったりとか、顎が前にすごい出てたりとか、そういうことはしないんで、まあ、腰にも負担かかんないし、ね、姿勢良くなって作業効率も上がって、これはもういいことづくめじゃないかと思って、ふふふと思ってこのセットをドヤ顔で作ってやってたんですね。でそこから4ヶ月ですよ今大体。さあね、予想外の結果になりまして、まあ、結果がまず一言言ったら、失敗でした。というのもですね、まあ、立って作業するとやっぱりなんか疲れるんですね。当たり前ですけど、座って作業するよりちょっと体の負担が大きくて疲れちゃうんですね。まあ、特にこのパソコンをわざわざ使って作業しようとするときっていうのは、まあね、まあ、すごい元気なときにはやらないですよね、普通。まあ、普通 の、まあ、大人だったら、あんまり長時間、がっつりと時間取れる、パソコンのためだけに時間取るってことはあんまないと思うんですね。まあ、特に、まあ、私たちみたいに卓球やってる人だと、まあ、例えば、平日だと、朝から、夜まで仕事をして帰ってくると。で夕方、夜ですね、ご飯食べた後、まあ、9時ぐらいですかね、パソコンをつけると。だから練習、卓球の練習が終わった後だと、もう10時とか11時とかになりますよね。そしてもう疲れてるんですよ。疲れてる時に、もうスタンディングで、の高さで、立ったままパソコン作業と主張するのも、やっぱりでも体が疲れてるんで、まあ、全然集中できないんですね。もう立ってやると、もう疲れてて、もう体支えるので精一杯みたいな。あとは、まあ、それ以外だと朝起きた時ですね。早朝時間、まあ、出勤前とか。朝からそんなめちゃくちゃ元気な人ってあんまりいないですよね。なんで、その朝起きた時も、立って作業しようとすると、あ、だりーなって感じになっちゃうんですよね、どうしても。なんで、大事なことに集中できない。ね、疲れてやると頭も働かないと、体もできるだけ、なんか怠けたくなっちゃうから自然と。なんで、大事な作業よりもなんか無駄な、全然頭を使わない。YouTube とかただ見ちゃったりとか、あとネットサーフィンとか適当にどんどんリンクを踏んでいっちゃったりとかして、まあ、結局、まあ、今までと比べて結局マイナスになりましたね。すごい仕事の作業に集中できると思いきや、なんと全然作業は進まないと、というなんて皮肉っていうかね、ダメな結果になっちゃいましたね。私のこのチャンネル結構この4ヶ月ぐらい更新がすごい滞ってたんですけども、その原因の一つがこのスタンディングデスクです。なんでも結果に失敗に終わったんで、まあ、ちょっとね、せっかく新年なんで、また部屋の模様替えとともに、片付けとともに、まあ、このスタンディングデスクも一回取っ払って、このニトリのミニデスク一回もう取り払って、またこれを、ね、この地上に下ろして普通に座って作業する形に戻そうと思います。まあ、これはね、まあ、やってでもよかったと思いますね。まあ、何もやらずになんか文句言ったりするよりも全然試しにやってみて、ダメならダメで、まあ、それはそれでいいんじゃないですかね。学びになったんで、まあ、あとはね、集中できない原因としてはものが多いことですね。まあ、これでも全然片付けた方で、本当はもっとこの辺にごっちゃ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 って、だからやっぱ物が多いとね、それだけ脳にとってノイズになるらしいんで、まあ、集中できないですよね。まあ、あとまあこれはまあいいかなと思いますね。ちょっと、日々これ決戦っていうのは、僕は浪人時代に行ってある、代々木ゼミナールの何ですかね。1月1日の新年会っていうのがあって、新春講演会みたいな、高宮理事長とあと、まあ、カリスマ講師が3人が出てきて、その時に、浜屋と一緒にもらったやつです。これなんかね、ちゃんとした神社のところで念を入れて書いてもらってるやつらしいんで、すごいいいものです。ずっと貼ってあります、これは。まあ、この程度はいいんじゃないですかね。あんまノイズにならなくて。
多分筆記用具後編なんですけど、まあもうちょっと減らして、そうですね、できるだけシンプルにシンプルにしながら、また座りの普通の机に戻してやっていこうと思います。まあどういう形が一番集中できるかっていうのはまた研究して実際に試してみて、まあ動画配信しようと思います。まあこんな感じです。今日はスタンディングデスクを導入した結果ということについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。健吾でした。